はい、今回もワールドアットウォーやってきます。今回はボルトアクションライフルのみを使って、でおまけに今回、まあ、チートフェアなんだけど、多分自分がホストになってて、回線4ピンプレイしたものです。めちゃくちゃ回線がいい。この画面左上のこのログだけがすごい邪魔だけど、 EM っていうのはない、チート特有の暗号か何かなのかよくわかんないけど、前方に敵が2人来てしまったから適当に物投げて障害物を縦にしてヘッショー。 UAV4 でこれアリサカ銃だね。アリサカっていうボルトアクションライフル。敵がもはやドックを呼んで、なんかファイナルスタンドの敵がいたから倒して、爆撃を呼んで、犬がすげえ近い。あ、来てる来てる来てる。犬にね、気を取られて敵と戦えないっていうね。また犬が来た。後ろからやられてしまう。ボルトアクションライフル、人間一発でも倒せるのに犬一発で倒れないっていうね。ワールドアットウォーの世界のね、キルストは本当に強い。狭い入り組んだマップならなおさら犬はね、脅威になるね。でまあアリサカ銃もね、まあ、距離を保って撃つならまあいいとして、あ、毒ガスだ。5発しか入んない上にもちろんコッキングに時間がかかるんで、割と難易度高めだ。めっちゃ爆発する。グレネードが飛んでくる。一応これでもね、ストッピングパワーがついてるんだけど、また空を飛んでいる。空中浮遊をしている人がいるね。浮遊というかもはや走ってるけど、ミサイルが飛んできてるけど、ガスがね、くせ者だ。ちょっとミサイルが来てるから建物に逃げたい。あ、まだ飛んでるね。なんだろうね、あの人。また BO3 から迷い込んでしまった住民がいるのかな。敵入ってったな。ひどい M。 横からも来てる。持ち帰るけど倒せない、うん、今ね、自分がホストになってていいのかっていう話だけど、自分今4ピンで、それ以外の人みんな2ピンか1ピン状態なんだけど。あ、もう一人いる。あ、リボルバー強い。あー、もう一人来てる。ホッキングされてなくて倒せない。アリサカっていう名前のボルトアクションライフルだから、まあ多分日本製のやつなんだろうけど。ってことは、ワールドウォー2にはもしかしたらこういう銃は出ないというか、多分英国、米国あたりの武器しか出ないかもしれないけど。おっと、無敵の米兵がいたね。一旦リロードして。この人は無敵じゃない。ね、チートの人がいて1人でもいたらね、ボルトアクションライフルで一発で仕留められなかったら、あいつチートじゃねって疑心暗鬼になっちゃってね。ここにたくさん敵がいる。あ、当たってない当たってない。あ、当たんない。ブレ。あ、この人はチートじゃなかったけど他の敵にフォローされる。たまにね、ワールドアットウォー味方に近づいてもネームが出ないことがあるから、敵と勘違いしてしまって撃ってしまうんだよね。あ、リコンプレイン。さあ、ダウンしてもう一発。よし、倒した。まあ、なかなか一発で死ななくなってきた。ガス食らいまくりの。
今上にいた。上にいたけど、ドクロマークが邪魔で見事に見えない。アリサカ銃もレベルを上げたらスコープとかつけれたはずだけど、ただその分、覗き込みに時間がかかっちゃうのと、まあ、近距離の武器を超狙いにくくしちゃうから、あ、でもこの時はまだ武器レベルだっけな。普通にチャレンジが進んでなくて、スコープを持ってなかったんだけど、当たらない。1人 OK。 ところどころで日本人が喋ってるんだけど、ま、今森蔵格好になってるけど自分も日本人か。もしかしたらワールドウォー2にも日本の戦争は描いてはいないけど、まあ同時期に日本も戦争してる時期なんで、 DLC とかで多分ゾンビ系かな、ゾンビ系で追加があるかもしんないし、太平洋戦争あたり、もしくはまあ、もしもまああってほしくはないけど、ガチャ武器とかがまたあるなら、南部とか、まあ、まあそれこそ有坂銃とか日本の武器も追加されるかもしれないし。でちょっと左下のスコアが分かりにくいんだけど、今赤い方が自分たちなんで負けております。ミサイルで吹っ飛ばされて、このミサイルはピンポイントに集中砲火されちゃうんで、まあ、そのポイントから逃げれれば大丈夫だけど、マジでも逃げれなかったらもう絶対に死にます。でリスポーンが変わった。なんか今後ろにいたような気もするけど、建物側からリスポーンになった。敵の歩く音がする。 OK。 いや、録画本当も邪魔くさい。当たる。アリサが強い。リコンプレイン呼んで、目の前から来てたけどショットガンだった。今点差が72でも時間も1分切ってる。倒してチートログに何とかかんとか使ってくれてありがとうねって、もうしつこく2行も書いてくれちゃってるけど、多分残り35秒で点差があと12、あと2ポイントで敵が見つからない。さあここでギリギリ逆転する。だけど敵が見つからない。上にいた。上にいるけど当たらない。当たった。これで見事に勝利したんだけど、敵が2人しかいなかったねこの時点で。てなわけで二次対戦系の COD をこれで体感してるんだけど、じゃあ今後はもうそろそろ始まるワールドウォー2のベータやっていきます。じゃあ今回こんなところで。